そちらにね、仁王門がございます。まあ、そちらにはね、まあ、青銅製の灯籠。これはね、まあ、絹産業で、まあ、なんていうか、まあ、商人たちがね、まあ、寄進してくれたものと言われています。あ、お稲荷様。まあ、そしてね、まあ、白雲山の鳥。もうね、まあ、そこの長い階段を登るとね、まあ、拝殿本殿のスペースになります。まあ、そちらにはね、まあ、妙義山の、まあ、シンボル的存在、大の字。大の字がございます。まあ、そしてね、こちらなんですけど、まあ、天然記念物のね、妙義神社の大杉の子孫です。まあ、40年頃よりね、昭和40年頃より老衰。まあ、衰弱して、まあ、46年のね、1月17日の突風によりね、まあ、倒壊してしまいました。継ぎ木でね、保存されていたのでね、まあ、林業試験場からね、まあ、継ぎ穂の分譲を受けました。48年4月、継ぎ木して、49年春、取り木を行い、白根を出させ、完全に大杉の子孫に仕立て、ここに植栽したものである。あ、よくね、県の林業試験場ではね、まあ、こういった、まあ、天然記念物のね、まあ、クローン杉をですね、まあ、作ってね、まあ、どこにいてもね、まあ、まあ、大杉がね、まあ、触れるという。これもそうなんだね。よくあれだね、大杉の子孫です。でも、今の、まあ、生物学ってすごいですね。まあ、こちらはね、天然記念物、妙義神社の大杉という。すごい、すごい。では、もう一踏ん張りですね。行きましょう。はい、そちらからやってまいりました。こういった、まあ、灯籠ね、奉納、する方もいらっしゃるんですね。まあ、なんて読むんだ。箱祖者。まあ、ちょっとわからない。まあ、旧のね、本社だそうです。県の重要文化財になっています。すごい。そしてね、まあ、こういったね、まあ、こちらのね、まあ、緩やかな階段はね、まあ、私みたいなね、まあ、そういった方用に用意された階段なんですけど、まあ、前回はね、こちらを通ったんですけど、何やらね、ちょっと、今度はですね、こちらでね、まあ、清めたから。これはすごいや。まあ、秋参道はあるんですけど、すごい階段だね。まあ、今回はね、こちらを行きたいと思います。もう一踏ん張りですよ。はい、ここまで登ってきましたよ。
まあ、数えてたんですけど、あまりよくわかんないです。151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、61、62、63、64、まあ、164。いやー、すごかった。まあ、こちらにもいらっしゃいますよ。すごい。まあ、誰なんでしょうかね。よいしょ。青鬼さん。あ、額にもですね、目が見え、三つ目の目がありますよ。はい、赤鬼さん。まあ、ポーズが決まってますね。すごい。こういった感じですね。まあ、あえてですね、まあ、階段はね、まあ、江戸時代のままということで、まあ、補修していないそうです。まあ、波打ってましたからね。はい。まあ、先ほどのね、崖縁からですね、もう早々とこちらに歩いてまいりました。ああ、怖かった。まあ、こういった彫刻も見事ですね。で、正面には。これは見事です。まあ、こちらね、拝殿です。国の指定重要文化財になっています。はい、妙義神社です。すごっ。こちらのね、彫刻ね、まあ竜ですね。まあ、後輩っていう部分なんですけど、こちらかな。すごいね。見事だね。まあ、色がついてるからね、余計見事なんですね。
ははあ、ここにね、よく、まあ、彫刻、まあ、あるんですけど、まあ、本殿とのね、まあ、境界を、まあ、こういったね、へえ、なるほど。もうすぐ後ろはですね、こんな木、まあ、断崖になっています。ははまあ、拝殿本殿一体型になってますね。はい、ご視聴ありがとうございました。